サミュエル・ニコラスはアメリカ独立戦争における大陸海兵隊の軍人。大陸海兵隊の総司令官として部隊を率いイギリス軍と戦った。大陸海兵隊がアメリカ海兵隊の前身であると解釈する認識から初代海兵隊総司令官とされている。ニコラスはペンシルベニア植民地のフィラデルフィアで1744年に父アンドルー、母。 メアリーの子として生まれた。父はカジヤ、おじはフィラデルフィア市長だった。1775年11月5日、大陸海軍により大尉に任命された。続く同月10日には、大陸会議において、大陸海兵隊の創設が承認され、11月28日、これを確認したニコラスは、大陸海兵隊の士官として、フィラデルフィアのタンタバーンという酒場に設けられた。 大陸海兵隊の母兵所において隊員集めに協力した。この時のニコラスの立場は大陸海兵隊における一人の士官であり、大陸会議から正式に任命された総司令官ではなかったが、実質的な総司令官たる立場であったため、通常は1775年11月28日が任命日とされている。ナッソーの戦いアメリカ独立戦争中のバハマ諸島、 ニュープロビデンス島のナッソーにはイギリス軍が大量の物資を備蓄していた。これらは大陸軍が必要とするものであることから、大陸海軍のエセク・ホップキンス・提督にはナッソーに対して作戦行動を行うことが命じられていた。1776年3月3日、ホップキンス・提督が指揮する艦隊に同行したニコラスは約250名の大陸海兵隊員と、 船員によって構成された部隊を率いて、ナッソーに上陸13日間の戦闘の末、砦二2つを確保してナッソーを占領し、政府庁舎を支配下に置いた。この戦いでニコラス率いる大陸海兵隊は、大砲88門、砲弾16,535発、その他の物資を露革した。少佐に、昇進年月日、 大陸会議はニコラスを少佐に任命すると同時に、正式に大陸海兵隊の総司令官にも任命した。その後、ニコラスは改めて昇進の通知を受けるとともに、大陸会議からフィラデルフィアに泊まり、海兵四個中隊を訓練し、官邸の見張り、要員としての任務に当たれるようにすることを命じられた。この命令を受けたニコラスは、海兵四個中隊を募集し、 徹底的な訓練を行っている。また、トレントンの戦い、プリンストンの戦い、ニュージャージーの戦いにおいて、部隊を引き、大陸軍を支援する不評と砲兵として、戦いに参加した。フィラデルフィアから、イギリス軍が退去した1778年6月、海兵隊司令部の建物が再建され、隊員の更新が行われた。それからアメリカ独立戦争の終了まで、 ニコラスはフィラデルフィアで勤務していたが、その内容は後の司令官のものに幾分類似したものとなっていた。1783年、大陸海兵隊の解散に伴い、軍籍を離れた。その後、黄熱病により、フィラデルフィアで死去した。なお、アメリカ海軍はこれまでに歴代官邸のうち3隻にニコラスの名を命名している。ありがとうございます。